これが去年ですね。これが今年。大きいですね。うん、ね、でも去年ももうすでに大きいんだよね。そうでした、ね。ただここがちょっと綺麗なんだね。去年ここの機関がこんな風になってたのが少しスムースになってません？はい、去年のが良くないよね。機関鋸脱がちょっと修繕されてきてるのかな。ちょっと私今ねビデオ撮ってなかったかもしれないけど、もう一回さっと喋っていいです。はい、胸部ではちょっと心臓が心拡大がありますね。それから肺のこれ右の下の後ろの方、甲陽の辺がちょっとだけ白いから気管支がちょっと悪くなってるかもしれません。でも今のところ症状はないと。はい、あとここの横隔膜のすぐ後ろの内臓、肝臓ですね。はい、肝臓がちょっと肥大してる。でこれは肝臓そのものが悪くて大きくなる場合もあるし、心臓と関連して大きくなるケースがあります。脾臓虫です。要は心臓が大きいことで、要は全身の血の流れが悪くなってるから、それで各内臓臓器で血が鬱血してね、溜まりやすくなって内臓臓器が大きくなると言われます。からまあトイプードルって結構椎間板ヘルニアが多いんですけど、この子綺麗ですね。胸椎腰椎この辺が一番起きやすいんですけど、胸椎の後ろとか腰椎の前前半、はい、まあ、後ろの方まで綺麗だし、はい、股関節もとっても綺麗だと思いました。でここ外れる時出る時ないですか？ここは今大丈夫ですか？前の股関節とかって、ああ綺麗ですよ。ない、はい、肩関節時々痛がるんですけど、本当どっちが本当それはね、ちょっとレントゲンじゃわからないんだけど、うんうん、肩の裏側